物を作る仕事がしたいと思っていて、最初はこう工業デザイン、車を作ったりとか、そういうプロダクション系を考えていたんですけど、東北の震災があって、でそれで、ニュースとかで建築についてこう考える、みんなの家とか、ニュースで報道されてて、それをきっかけで建築もちょっと面白そうだなと思って、ちょっと高校の頃、それを考えるきっかけになったっていう感じです。一級建築士を、持っていないと、自分でこう事務所を、開設することができない、管理建築士になることが、できないというのと、当然こう、大きい会社に、属していると、こうみあの皆さんこう一級、当然のようにこう持たれているので、こう必然的に、取る流れになっています。で最終的には、可能性としては独立もあると思っているので、早めに取っておいた方がいいんじゃないかなと思って取ったっていうところです。僕は、勉強を始めたのは、修士、2年の前期あたりからだと記憶してます。時期的な問題というか、修士だったので、論文だったりとか修士設計がありました。で、前期修士、修士2年前期だと、少し落ち着いているというか、忙しくなる手前だったので、少し、手をつける時間があったので、朝と夜に少しずつやってという感じで、で忙しくなってくるとさすがにちょっと手をつける時間がなくなるので、その提出し終わって、発表し終わってから、本格的にちょっと入社式までちょっと本格的に1日2、3時間とかやったっていう感じです。私の場合は、会社の方が割とこう一級建築士を、早めに取ってくださいというスタンスなので、上司に行ったりとか会社に相談すれば、ちょっと早く上がらせてもらったりとか、個人的に朝早く起きたりやったりとかで、1日、3時間だったりとか4時間だったりとか、そういった時間は、取れてたかなと思います。うちの会社だと、1週間、製図と、あと学科両方あると思うんですけど、学科の時も、本番1週間、10日でしたかね、有給を使って、10日間休みをもらって、みっちりやるというのと、あとはこうちょっとコロナで、なくなってしまったんですけど、前は合宿とかもやってて、ホテルに缶詰になって、みんなでこう一致団結してやっていくみたいなのは、やってたみたいです。で製図の時も、一緒で、まとまった休みを直前に取って、挑ませてもらってるっていう形ですね。ほとんどの、講義、ほとんどというか全てですね、講義で、講師の方と対面してライブ講義を受けれると思うんですけど、特にはやはりこう施工の部分、施工の講義が私は一番良かったなと思っていて、講師の方もすごい熱心に教えてくださって、かつこうオリジナルの、教材とかも、用意してくださって、他の、科目の先生も用意してくださったんですけど、それがすごい分かりやすかったりだとか、別の時間で補習組んでくださったりとか、すごいこう合格に向けて、一致団結してやっていこうっていう方だったので、すごいこう助けにもなりましたし、自分のこうモチベーションを上げる面でもすごいこう助力していただいたかなと思ってます。僕がこうメインで使っていたのは、やはりこう総合資格が配られる問題集をこう中心に使ってました。で、教務の方からこれまでの合格者がどういうふうにこう勉強しているかっていうのを、いろいろ聞いて、でその中でこう問題集、過去問ベースだと思うんですけど、それに直接書き込みをしたりとか、こう問題と回答をこう切って、持ち歩いてこう電車の中で読んだりとか、そういう、こう隙間時間で
過去問を解いていくようなこう勉強を中心にやってました。これはどういう研究室でどういうあの学習をしているか、どういうスケジュールの組み方をしているかによるとは思うんですけど、やはりこう忙しくなる前に、まあ、どれぐらいの量が あるかだったりとか、試験の難易度がどれぐらいだったりとかっていうのはこうあらかじめ把握して、こうどれぐらいの勉強量が必要だとか、そういうことをこう想定はできると思うので、早めにやっていると、そういう面ではこう、まあ、私はあの前期にまあやってたんですけど、まあ、そういった面では少し早めに目を通しておくぐらいはいいかなと思っていて、あとはあの卒業式、まあ、大学の卒業式から、まあ、入社式までの間っていうのは少しこう時間があると思うんですね。まあ、その間にちょっと自分の基礎力を上げる意味でも、ちょっと必修項目の問題を解いたりだとか、まあ、作品集の冊子を読んだりとか、そういったことはできると思います。で、本格的には、まあ、講義が始まったら、まあ、一生懸命やればいいと思いますし、まあ、無理してこう学業をおろそかにしてやる必要はないかなというふうに思ってます。まあ、学部で、まあ、勉強する、まあ、歴史だったりとか計画ももちろん勉強すると思うんですけど、おそらく一級建築士の場合だと、まあ、2、3割が限界かなと思っていて、まあ、先ほどちょっと申し上げたんですけど、まあ、学部とか学生時代に、まあ、少しこう要点の冊子とかをこうパラッて開くと分かると思うんですけど、まあ、知らないことばっかりが載っています。まあ、施工とかは顕著だと思うんですけど、まあ、実際にこう見ないと知らないことがたくさんあって、なので、まあ、学部の時の、まあ、勉強必修科目で一級建築士を受けようとすると、おそらくほとんど解けないかなと思います。僕はこうストレートで合格した、まあ、理由としては、まあ、自己分析なんですけれども、こうモチベーションをこう1年間どういうふう、まあ、どういうふうにというか、どれぐらい保てるかがこう勝負かなと思っていて、まあ、学科だったりとかは、まあ、僕はカレンダーでこう勉強管理してたんですけど、いつまでにこれをやって、いついつはこの問題集をやってっていうスケジュールを組んで、でいつまでに模擬試験で、100点以上取るだとか、まあ、そういったモチベーションのこう高め方っていうのを、まあ、自分で作って、まあ、最終的に本試験でやはり100点以上狙うっていうのは学科の時にやっていました。で、製図はすごいこう大変で、まあ、初めてやる人はすごい心が何回も折れると思うんですけど、まあ、それでもまあ、先生だったりとかに相談すると、やはりこうなんていうんですかね、定量的な意味でも気持ち的な意味でもすごいアドバイスをくれて、まあ、こここういうふうにしたらもっと良くなるとか、まあ、そういったアドバイスも、まあ、ライブ講義ならではでこうアドバイスもらえるので、まあ、そういったところでもこうモチベーションを高めていくっていうのが、まあ、僕がストレートで合格できたこう理由の大きな一つかなと思っていて、そこは大事かなというふうに思っています。ありがとうございました。